こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。ヘーゼルタイン邸の次の部屋行ってみます。キッチンの謎解きが終わったので、今度はですねこちらの部屋になります。行ってみましょう。お風呂場だったと思うんですよね。きた、でっかいお風呂、豪華なバスルームですね。次の部屋入りました。一つだけ入れる扉があったけど、お風呂場だったよ。またですか。ってことはやっぱりにゃん。ご想像の通りお風呂ですよ。いや、また同じ部屋とは。ねえ、そこのあなたちょっといいかしら。来た、フローラル。誰だに、このお風呂熱すぎるんだけど、もっとぬるくしてくれない。ぬるい、ぬるすぎる。こんなんじゃお手は満足できないぞ。もっと風呂を熱くしろ。急にそんなこと言われても、私たち外に出たいだけですしね。ほ、外に出たいんだな。なら鍵がいるよな。そんな言い方まさか。部屋の鍵おでが持ってんだよな。そんな鍵くれにゃん。お前たちにやらんでもねえぞ。ただしおでが満足できたらな。この鍵が欲しいんだったらいい湯加減に調整してよね。湯加減の調整ってどうすればいいんだろう。ひらめいてる。妖怪サークルがあるだに。お、ウサビオンでかした。確認してみよう。それでは妖怪サークル、あ、間違えてる。サーチ、確かこの辺にありました。はい、出た、謎の立て札を見つけた。見てみます。燃えるファイター、いつもガチンコ勝負といえばガチンコ像でしょう。正解、ガチンコ像。妖怪サークルが出ました。さあこちら側もサーチしましょう。ほい、あった。はい、見つけた。謎の立て札発見。プリチ族いつもプルプル寒がりさん、レモネードがヒントをくれる。正解、 OK。 はい、妖怪サークル出現。それでは寒がりとケイタ君側のガチンコ像友達になってきます。はい、寒がり友達になってくれました。やったー。はい、オッケー。妖怪サークルに呼び出します。寒がり、呼び出す。私の友達、いでよ寒がり。妖怪メダルセットオン。オッケー。サークルに寒がりを呼び出した。まだこれじゃのぼせちゃうんですけど。この部屋、暖かくていいですね。そう？私にとってはお湯が開けすぎ。あれ？お、行ってる。おお、どうかな。寒がりの力でお湯の温度が下がってきただに。やるじゃん。あ、いいよ、湯加減になったじゃない。やっぱりお風呂はこれくらいの湯加減じゃないと。温度がねちょうど良くなって満足してもらえたみたいだね。よかっただに。はい、ガチンコ像呼び出します。友達、出てこい、ガチンコゾ。妖怪メタルセットオン。向こうとこっちでタイルの色とかね、柄とか違うんですよね。ガチンコゾを呼び出した。そこのお前、俺とガチンコ勝負だ。ん？なんだ、俺と勝負するのか。おう、正々堂々一本勝負。勝負の炎が燃え上がるぜ。どこまで暑さに耐えられるか見せてみやがれ。男同士の熱いバトル、これは燃えますね。そうかな。お、来る？マグマのようだよ。お腹熱くなってきたぞ。ガチンコローの力でお湯が熱くなってるにゃん。むしろマグマになってるよ。いい湯だぞ。すごい熱湯なんだね。この湯加減最高だぞ。やった、満足してもらえたみたいですね。はい、どちらも OK。カッポーン、いい湯になったと。
癒されるわ。コードさんやりましたね。二人とも湯加減に満足してくれたみたいだね。約束通りこの鍵はお前らにやるぞ。東館の大広間の鍵手に入れました。やったにゃん。はい、あなたにもあげるわ。その鍵で次の部屋に入れるはずよ。西館の大広間の鍵手に入れました。次の部屋だに。ってことはまさか、それは行ってみてからのお楽しみということで。あー、なんとなく想像はつきますが、孤独先に進みましょう。はい、この後も進んでいきます。大広場に向かいます。ではここ大広間の鍵を使った大きな部屋に到着したけど、また二人とも同じ部屋なのかな。嫌な予感がするにゃん。起きた、セバスチャン。この館の奥に行けるのは真の一流妖怪のみでございます。一流妖怪、そうでございます。さあさあこちらへどうぞ。オレっちにゃん、ジバニャンが連れて行かれます。はい、ワープ。お、さあさあなた様もお席にどうぞ。ミーモダニ、はい、席着きました。はい、どうも。次は何が始まるのかな。本日は一流妖怪の皆様が揃っておられますが、本当に真の一流妖怪か判断するために格付けチェックを受けていただきます。来た、格付け。ウィスパーの顔がおかしい。そんなチェックなんて受けなくても、私は超一流の妖怪執事として。ほう、あなたのランクは、うつす価値なし。はい、消えた。なんだとおらん。いやー面白い。ちょっと本当に消されてません。では説明に戻りましょう。はい、説明。お二人にはお題に合わせて2つのあるものをお出しします。お出ししたもののうち A と B のどちらが最高級のものなのか、しっかりと当てていただきます。先にお出しした A の方が最高級のものだと思ったならウサピョン様が奥の部屋に。はーい。そして後にお出しした B の方が最高級のものだと思ったならチバニャン様が奥の部屋にどうぞ。ということで、ウサピョンが A、チバニョンが B、チバニョン？ウサピョンが A、チバニャンが B ですね。なるほどにゃん、結構簡単そうにゃん。 A、本物の一流妖怪であるならば正解できた当たり前の問題でございます。それでは準備ができ次第始めさせていただきます。よし、行ってみましょう。格付けチェック挑戦する。最初の問題です。準備バッチリ。それでは妖怪格付けチェック第1問スタートでございます。格付け、まず最初の格付けチェックは飲み物すなわちワインではなく牛乳による格付けチェックでございます。始まってみると意外とドキドキするだに。最高級の絶品牛乳はどちらでしょう。最初は A の方から。はい、お、きた。これはふんふん、すっごく濃い味だにね。はーい、消えた。さあ B の方、お次は B をどうぞ。はい、これ普通の牛乳。この味わい香り、ふふん、楽勝にゃん。ほほ、自信が終わりの様子。それでは正解と思う方に切り替えて扉へお入りください。よし、もうここからはね、ジマニャンとウサピョンの操作なんですよね。すごい楽しかったんですよこれ。ということで今回の絶品牛乳は、はい、切り替え。よし、 A 側のウサピョンに出されたこちらの、こっちが最高級なので A の部屋に向かいます。よし、みんな待ってるんだよね、ここ。あ、ミッドメンだ。鼻毛いるかな。お、ブリー隊長たちはこっちだ。では運命の分かれ道、結果発表でございます。格付けマスターである私が入った部屋が正解となります。格付けマスター、まあ間違いないだに。なーに、心配することはない、こっちが正解なんだからな。ええ、こんな問題私には簡単すぎたわ。ほー、
それでは開けますよ。これがね、すごい面白かったんですよね。いやー、どっちかな。カッパーとかがいたりする。ちょっと開けて。ちょっと開けるよね。開けないっけ。開けない。ちょっと開ける。ちょっと開けた。あこれ、意地悪だよね、セバスチャン。絶対楽しんでる。正解は A でございます。やった。正解だに。ウソミョン、ナイス。ダニャン。ビクトリアン。おめでとうございます。はい、1問目正解。うつす価値なしのウィスパーはそこにいましたね。ほうほう、一つ目のチェックは問題なくクリアされたようですね。これくらい当たり前だに。これで一流了解って認めてくれただに。いいえ、まだでございます。なに？たった一問正解しただけでは真の一流了解とは言えません。さあ、次の格付けチェックに参りますよ。次のチェック挑戦。準備バッチリ。2問目スタートでございます。2問目は食べ物、すなわちお肉による格付けチェックを行わせていただきます。早く食べたいダニー。最高級のシャトーブリアンを当てていただきますよ。シャトーブリアン、よくわかんないけど高いお肉を当てればいいダニーね。では最初の A の方、こんがりと焼けた大きなお肉。美味しそう。お肉デリシャス。おかわりしたいクリーダニー。はい、次はジバニャンの方側、 B の方のお肉 B でございます。はい、来たー。こちらが最高級シャトーブリアン。このお肉厚みがあるのにすごく柔らかいにゃん。食べてみたい。めちゃうまにゃー。食べてみたい。では準備はよろしいですかな。これぞシャトーブリアンだと思う方に切り替えて奥の扉にお入りください。はーい。現在ウソピョンの方なのでジバニャンに切り替えて奥の部屋に進みます。もうこの格付けチェックがすごく楽しくて仕方なかったんですよね。よっしゃ、オッケー。正解と思う方の部屋に入りましょう。はい、で今度はジバニャン操作。走る姿がもうキュートだよね。では B のお部屋に入ります。こっちで間違いないにゃん。では運命の分かれ道、結果発表でございます。格付けマスターである私が入った部屋が正解となります。あんなにうまかったんだから絶対こっちにゃん。ま、当然っていうかこっちが最高かなんて見え見え。一流の妖怪なら一流の目がなくっちゃね。さあ、それでは開けますよ。またこのウィスパーいる。気づかなかったけど端っこにいるんだ。やっぱり映す価値なしの位置、間違いの方の部屋にいるんですね。最後もなのかな、見てなかったけど。おっとおっとおっと、わー、来た。正解は B でございます。やったにゃん。俺っち正解したにゃん。ジェマにゃん、ナイス。ダニー、一流アイドル魂胆が間違えるはずないよね。おめでとうございます。おまたまた正解にゃん。ほほう、一流妖怪の差をキープできたようですね。ですが、まだあるにゃん。次が最後でございます。この格付けチェックでも正解したならば、あなた方は真の一流妖怪であるとお認めいたしましょう。3回目だって楽勝にゃん。こうなったら何でもこいだにゃん。ということで3回目いきましょう。準備バッチリ。格付けチェックもこれで最後となりました。長かっただに。最後の格付けチェックは妖怪によるチェックでございます。妖怪だに。ええ、そうでございます。当てていただくのは最高級の S ランク妖怪、生ハゲでございます。これは難問だに。それでは最初の A の方、 A の生ハゲ、来た。青い面をつけた妖怪が運ばれてきた。うん、って妖怪も皿の上に乗せるなにさあ B の方、お次は B でございます。起きた。赤い面をつけた妖怪が運ばれてきた。お前が生ハゲにゃん。ジマニャン様、本人に聞くのはルール違反ですぞ。こんなの若いなにゃん。では生ハゲだと思う方に切り替えて奥の扉にお入りください。ジマニャン聞いちゃうんだよね。で、生ハゲはおなじみ青いお面なので、切り替えてウサピョンの方で
入ります。今回3問なのはうさぴょん操作が多いんですよね。いくぞー。 A の部屋、ほい、イン。さあ格付けチェック、最後の部屋、やっぱり B には、ウィスパーがいるから、ウィスパーがいない方を選べばいいんだよね。運命の分かれ道、結果発表でございます。格付けマスターである私が入った部屋が正解となります。さあ3回目、間違いないだに、なに心配することない、こっちが正解なんだからな。ええ、こんな問題私には簡単すぎたわ。開けますよ。さあ来ますね、これが最後の問題。ちょっとだけ、お、動く、絶対楽しんでるセバスチャン。まだ開く、開くもうちょっとかな。この動きが徐々に速くなるのも面白いですよね。きたー、正解は A でございます。やっただーに、うさぴょんナイスビクトリアン、おめでとうございます。3問連続正解だに、おめでとうございます。あなた方こそ一流妖怪でございます。まあ当然にゃんね。どうぞこの鍵をお受け取りください。この鍵はあなた方にこそふさわしい。エントランス東の鍵手に入れました。やった、みなほちゃん側にはエントランス西の鍵を手に入れた。これで次に進めるにゃん。真の一流妖怪であるあなた方にはこちらも差し上げましょう。容器の粒もらいました、嬉しいだに。二人ともお疲れ様、これで次に進めるね。だね。ん、あれ、そういえば何か忘れてるような。あの、私ではいつまで消えたままなんでしょうか。ああ、そういえば映すかしないって言われてましたね。別にそのままでもいいにゃん。言い訳ねえだろう。あ、戻りました。私のこと見れてるでウィス。格付けチェックが終わったから元に戻っただにね。このままだったらどうしようかと思っちゃいましたよ。よかったね。それじゃあ改めて次の部屋にレッツゴー。ということで、最後はエントランス。向かいまーす。西の鍵を使って開ける。ここで出会いましたね。よかった。ようやく合流できたね。ここまで長かったですね。ん？よう合流できたのはいいにゃんが、マックがいないにゃん。もしかしたら外で待ってるのかもしれませんな。一度外に出てみるのもありかもしれませんね。そこで何をしているのだね。あ、ゼロ博士だ。先ほどから屋敷が騒がしいと思ったらネズミが紛れ込んでいたようだ。うひょー、悪役っぽい、悪役出てきた。悪役って決めつけるのはどうかと。いやいや、コードくん、あの顔見てくださいよ。あれは絶対悪者の顔ですって。ん？何が目的かは知らんが、邪魔をされても面倒だ。ここで倒しておくか。あ、来ちゃった。子供とはいえ我が輩は 手加減せんぞ。うわー、ゼロ博士なんですね。ボスはゼロ博士。行きましょう。ここも変わらないんだね。ではでは、エントランスのゼロ博士に勝ちましょう。お払いお払い、キラコマが危ない。お払い、もうちょっとレベル2。あー、もう少し。オッケー、必殺技ラスト、プシニャンの技も入れてもらいます。どうかな。はい、オッケー。腹切りソード。二人ちょっと倒れてるので入れ替えて。はい。影オロチの技。入れまーす。この辺で終わりそうな予感。あ、動いちゃった。後ろに下がられました。もう少しなんですよね。キラキラ星いけるかな。当たらない。当たらなかった。そしたら、お祓いして。行こう。だいぶ入りますね。あ、終わった。取り付けがだいぶありましたが、行けました。はい、オッケー。ほう、なかなかやるようだな。それだけの実力があるなら。ごちゃごちゃ何言ってるにゃん。ん？先ほどの少年といい、我が輩が手を下すまでもないか。気が変わった。我が輩はじっくり観察させてもらおう。お、行っちゃった。
少年ってもしかしてマックのことですかね。屋敷の中にいるだに、まだ2階は見てないだに。じゃあ2階に行ってみよっか。あれ、なんか音がしない？2階の方から。来たー。うわー、なんかやばいにゃん、隠れるにゃん。おかしいわね、誰かの声がしたと思ったけど。何度見てもちょっと衝撃的なシーンが。ドロシーさん。寿司天ぷらの時も驚いたんですけどね。ここ扉これで開けられるのがすごい。はい、何だったんだに。とりあえず普通じゃないことだけは確かで、ウィス。もしかしてあの子って妖怪に取り憑かれてるとか。ならマックがエイリアンって言ってたのはあのことだに。謎は深まった。どうしようか。さっきの悪役は少年って言ってましたよね。マックかもしれないにゃん。ってことはこれはやっぱり探しに行くパターンですよね。さっきのを見て2階に行くんで、ビス。大丈夫ですって。2階の部屋も廊下が左右に分かれているみたいですし。なるほどにゃん。まずは西の、東側だね。右の廊下に行くにゃんね。確かにそれだったら見つからないでいけるかな。はい、ということで次回はヘーゼル探偵の東館2階を探索しようと思います。いや、ゼロ博士が出てきたところと格付けチェックの内容は寿司天ぷらとも変わらなかったですね。あとはキッチンの間違い探しだったりとか、湯加減のお風呂の下りも変わらずだったのですが、この先でどこかすき焼きにしかないところがあるのかも楽しみながら行きたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!